ーい、ミステリーピンポンダッシュ、あつおちおちです。ダメダメダメちゃんです。ミミです。ドカーン、ドッカーン、おかゆです。はい、今回はおかゆはゲームマスターを務めます。よろしくお願いします。お願いします。それではシンキングタイムスタート。何の自分がピンポンしたい家を選ぶよ。みんなで一斉にピンポンを押してご褒美が置かれていたらラッキー。罰ゲームを持った住人もいるので注意。タッチされた時点で罰ゲームは実行。60秒間逃げ切れば罰ゲームは回避できるよ。A、B、C のお家があるので、こちらどのお家を自分がピンポンダッシュしたいか奪い合ってください。いつものミステリーチャレンジです。なるほど。でもこういうのってさ、多分 A に最初置くと思うんだよね。 B がいい。 B がいいの？私 C がいい。俺も C がいい、やっぱり。なんでなんで。いや C はちょっと一番離れてるから。え、じゃあ争います？うん、争う。喧嘩したらグーで。暴力反対、もうほうほうほう。最初はグー、じゃんけんぽい。近い、もう、ね、見えんかった今。ちなみにシュンシュンが決めました。うわ、え、マジか。じゃあやめようかな。あ、B、いいの？じゃあ俺 B 行くよ。え、シュンシュンが決めたなら真ん中怖い。え、そうなの？え、でもやっぱ B がいいかも。じゃあじゃんけんしよう。最初はグー、じゃんけんぽい。イエーイ。ビッグビッグボス、キュート、えい。では皆さん、お家の前に行ってください。怖い、やばい。どんな場所？いや、めっちゃ内窓やないかい。これ殴り倒すとか OK なんですかね？殴り倒すはダメだ。いきまーす、うん、せーの、ピンポーン。せーの、ガラガラガラ。イエーイ。では、トムちゃんさん、罰ゲーム実行です。ピンポンダッシュしてええんか？ごめんなさい。なあなあ、ごめんなさい。ガキよ、ごめんなさい。おりゃー、おりゃー。ごめんなさい、もうしません。もうするなよ。もう二度としません。わかったか？シンキングタイムスタート。一回せーので言うか。せーので言う。せーの、はい。え、なんかね、やっぱミステリーにおいて連続はね、あんまないんだよね。でもシュンシュンが決めてるならありえそう。そうやってみんなが考えるかなって思ってあえてやってきそう。だから C は多分やばいと思う。みんな B がいいな。 B がいいの？うん、私も C がいい。ちょっと俺も C がいい、今回は。じゃあここは交換で、はい、じゃあこれで。あ、違う違う違う。これでじゃない。じゃあ、チームの方じゃん。最初はグー、じゃんけん、はい。あ、チームの、はい。最初はグー、じゃんけん、はい。あ、チームの、はい。え、負けたやん。いや、ちょっとこっち向きたかったやん。では、お家の前にお願いします。はい。ミーミは今回 B を選びました。なぜならとっても可愛い B 型だからです。私はキュートの C です。僕はエンジェル、つまり天使の A です。エンジェル、エンジェル、いきます。せーの、ピンポーン、ピンポーン。せーの、せーの。はーい、おお、はーい、おー、うわー、待って、うわー、待って、うわー、ダメー、うわー、ダメー、うわー、うわー、罰ゲーム違うの？これ、じゃあ
モノボケをしろ。モノボケって何？これ使って一発ギャグみたいな。いきます。はい。あー、私の目の大きさに合うカラコンないかな。あ、あった、これつけてみよう。目飛び出しちゃった。面白かった。可愛かった。素晴らしい。え、シンシン逆にできる？俺できないから。お、次行きましょう。できるの？でも見たいよね、視聴者さんは。うん、見たいな。マジで？3、2、1。なんかマツエクつけて可愛くなりたいな。あ、すいません、このマツエクつけてください。あ、ありがとうございます。ジー。はい、では3回戦目、はい、イエーイ、シンキングタイムスタート。え、俺はもう決まった。あ、もう決めてる。ある程度決めてる。でも自信ない。せーの、はい、はい、あ、やっぱそうだよね、そうなんだよ、やそうなんだよ ね、だから。でも最後は罰ゲーム2個入ってるんじゃないかなって思った。あー、ありえる。うわ、これはどこも怪しい。いや、にしてもの、まあ、A はね、ちょっと確率は低いと思う。これ、シュンシュンがやったんならばね。でも私もそう思います。じゃんけんします。じゃんけんしよう。これで決まるからね、マジで。待って、怖い、やだ。いいよ。最初はグー、じゃんけんぽい。いやー、ねえ、待って待って、やっぱり、私残り物にする。えー、やだ。え、じゃあ A がいい。A がいい。えー、って言われると A がいい。なんだよ。C がいい。オッケー。じゃあ A じゃんけんする。どんどんで。最初はグー、じゃんけん、はい。やあ！決まりました？はい、お、決まりました。はい。え、いいんですか？あ、もうこれです。はい。最後ですよ。はい。待って、見てる、これめっちゃ出てる。最高。私の方も見てた。いや、俺はもう絶対渡さないでーす。いやいや、出て出て渡したもんね。クリスマスプレゼント交換みたいじゃん。いや、お前じゃんけんでないじゃん。ダメだよ。俺は参加しません。二人でやってください。え、寂しくないですか？あ、寂しくない。うん。え、切りぼっちですよ。あ、寂しくない。うん。ちっちゃい時からそんな感じだったですね。いやー！なんかシュン、もし2個あるとしても、シュンシュンは多分みんな A に入れないと思って A に入れてくる、絶対。考えられないと思う。いや、その可能性もあるな。そう、それを思って私怖くなっちゃって。うわ、その可能性あるな。で、A をなんか取れなかった。いや、もうプレゼント交換しよう。やだ、セコー、マジで。まあ、C か B はちょっとやばいけど、 A は絶対ある、何かは。いや、俺は A を C。 ちょっと待って。いや、俺は A 信じるわ、やっぱ、ごめん。じゃあ私 C 信じる。エンジェル、キュート。決まりましたね。はい。それでは、お家の前にお願いします。サンタクロース。最後ですよ。ちょっと待って、怖い。帰ってきた。いきますよ。はい、せーの、ピンポン。せーの、はい。罰ゲーム実行。ナミちゃんさん、うわ、なにこれ、鼻めっちゃ生えた。ごめんなさい。鼻入りました？顔面パイでした。ふざけんじゃねえよ。ごめんなさい。反省したか？はい。じゃあいい、帰れ。はい。やったちょっと待って。何これ。え、何これ。え、何注意って。おお、なんだこれ。違う、なんかがチョコでコーティングされてる。虫？いや、虫じゃないと。虫？虫じゃねえあれ。ちょっと待ってくれ。俺のなんかおかしかった。何があった？おかしなお菓子だった。何？何これ。注意、食べるのちょっと待ってね。何ですかこれ。こちら、はい、食用虫がチョコでコーティングされているものになります。え、これはお母ちゃんがチョコつけたの？
うん、売ってた。え、売ってた。はい、幼虫みたいなやつやな、はい、多分な、はい、なんとかワームやろ、どうせミルワーム、ミルワームっぽいよな、ミルワームかなんかね、白いやつ、カユとかね、カユ、カユみたいな、カユ、ミルワームのちょっと太いやつ、うん、じゃあ食べますよ。はい、いただきます。チョコの味ですか。え、石の味。なんで、なんで来るのに食うの。ポケモンだ。全部食べた。すごい。マジでこれがユーチューバー本当に。すげえマジで。虫の味するわ。やだ。嘘。なのにすごい。じゃあとりあえずバツが2個あったってことか。はい、そうです。そういうことか。まあ皆さんピンポン出しは良くないってことですよね。まあ良くないですね。はい。真似しないでね、みんなはね。真似しないでください。はい。では。それではこの動画が面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。他のミステリー系動画ぜひご覧ください。それでは次の動画で待ってるよ。今ゆっちさんの吐いた空気吸いたくない。うわあ、でもチョコレートの匂いだ全然。え、甘いブレス、チョコの匂い感じたってことは虫のエキスが体の中に入ってきてる。いやうわなんで逃げるやばなんでだよ。ボンボン TV8 周年イベントを7月29日土曜日品川ステラボールで行うことが決定しました。ボンボン TV 8周年、8周年ですよ。ゆっちさん、イベントでは何やるんですか。よくぞ聞いてくれました。イベントではね、あんなことやこんなこと、もういろいろやりますけれども、来てくださった皆さんが一緒に夏休みを楽しめるイベントとなっております。チケットの受付はご覧の通りになってます。はい、出てますよ、今。みんなで一緒に8周年をお祝いしよう。イベントで待ってるよ。ピンポンダッシュメインカメラです。この後鬼を追いかけていきます。中2だ。ビービーはじゃあ OK、 あっあっ、はい、いきます。はい、あー、いい声してるやん。いい声してるやん。なんか。なんか聞き出してるのか。